でもうブラボもうブラボ太陽新章作曲家から見た景色。はい、皆さんこんにちは。今日もよろしくお願いします。私のね、肝不全のことによってね、体調不良で随分たくさんの方にご心配ご迷惑をおかけしておりまして、本当に申し訳ありません。おかげさまで肝臓はね、とにかく、寝るっていう睡眠が一番、特効薬というかね、一番大事なことなので、とにかく寝るように、心がけているんですけど、寝るように心がけるというかね、寝ちゃうんですよ。こう肝臓に負担がかかると、どういうことかというと、例えば何か一つ作業するじゃないですか。で、ああ終わったーって一息つくと、そのまま椅子の上でこうやって寝ちゃうんです。ガーって気絶するかのように寝てしまうんですね。でしばらくこうずっとじーっとしてて、あいかんいかんって言って、それでまあ例えばお水飲んだりとかねして、でそれでもう寝るなら寝るっていう風にするんですけど、で一回寝ちゃうと目が覚めないんですよ。別にそのまま一生目が覚めないわけじゃないんですけど、なんかね、本当に体が起きていいよっていうまで目が覚めないっていうことになっちゃうんですよね。で例えば目覚ましになったり、例えば起こしてもらったりなんかしても、そこでパッて目が覚めて起きれるっていうことではないんですよね。起きなきゃとかっていう思考すらない状態でそのまま、ね、寝続けちゃうっていうねことが、ひどい時は起こってしまいまして、まあ、それでね、なんかスケジュールもなんかよくわかんない状態になったりとかして、本当にね、大変ご迷惑をおかけした方々もたくさんいまして、本当に申し訳なかったんですけども、おかげさまでだいぶね、睡眠をとることによって、少しずつ体が、日常に戻ってきているということで、まだね、対面とかでね、なんかいろいろやるとやっぱり集中力が必要になっちゃうので、なるべく一人でできることっていうのを中心にやっているので、まずはこうやって SNS とかこう動画を撮るとかね、そういうところから、まあ、ぼちぼち、やっていこうかなと。あとね、今まで通り遠野桜子さんの動画はね、制作しております。やっぱあれはね、自分のペースでね、できるので、まあ体に負担はあんまりないんですよね。精神的にも楽しいですからね、なのでそんなところからスタートしておりますので、引き続きね、ちょっと見守っていただければと思っておりますので、よろしくお願いします。さあ今日はオリンピックですよね、始まりましたパリのね、オリンピック。今日は開会式のセリーヌ・ディオンの、歌について私が感じたことをね、ちょっと皆さんにお話したいなと思います。まずね、もうとにかく復活おめでとう、もうこの一言でしたね。セリーヌ・ディオン復活おめでとうというもうその一言でしたね。セリーヌ・ディオンがね、前回日本に来たのが2018年の6月だったんですよね。今から6年前になりますけど、その時にね、もうすでに実は突発性難聴が、起こってしまって、でまあそれを、まあ、薬とか治療でね、まあ元に戻した状態での、東京ドームだったんですけど、本当にその時もね、素晴らしい演奏歌声だったわけですよ。もう本当に生の歌声聞けて感激だったんですけど、その時の後に、セリーヌ・ディオンが、病気でね、一時期音楽活動を中止するという、まあ、報道があったわけですよね。実際にその病気が公表されたのは2年前の2022年だったそうなんですけど、その前からね、体調不良っていうのはずっと続いてたようなんですよ。そのね、病気っていうのが非常にこう稀な病気で、自己免疫性精神疾患であるスティッフパーソン症候群っていう病気だったということで、でこの病気っていうのは主に脳 と、脊髄に影響を与えて、で筋肉がこわばって姿勢が崩れて、で感覚器官に問題が起こると。でさらにね、非常にね、強い痛みを伴うらしいんですよ。あと痙攣ね、だから筋肉がね、自分で管理できない、コントロールできない状態になる病気だそうです。で非常に稀な病気で、進行性の病気でね、時間とともに、どんどん悪化してしまったと
いうことだったんですけども、2024年のオリンピックの開会式でねこの歌を歌うっていうことを、今年の頭かな、決定したということで、今回の本番に向けてずっと準備をね、されてたっていうことだったそうです。ただ今年の頭のインタビューでは、まだね現時点で完治してないですと、ね進行を遅らせる治療を受けているんだということで、まだそのちゃんとね本番のパフォーマンスができるか分かりませんみたいなことが、今年の頭には、報道されてましたけど、あの2月かなに、グラミー賞が発表された時には、その病気以来のね初めて公の場で、トロフィーをこうね、お渡しするっていう役でね、舞台に登壇されたっていうのが非常に話題になりましたけども、だからその頃から徐々にね、戻ってくる準備をね、されてたんじゃないかなと思います。その、治療に関しては週に5回の、運動療法とあと理学療法と発声法のね、3つを中心に、治療を受けてたということで、もうとにかく筋肉のコントロールが、を失ってるっていう状態ですからね、とにかく歌ってのはもう私もずっと歌ってても分かりますけど、とにかく筋肉で声が出てますから体は骨と筋肉で、ね、あの軸ができてますから、やっぱ筋肉のコントロールができないってことはもう歌えないということですからね。だからそこからのね、今回のね復活ということで、その当時の治療の写真、これはねあの動画の、一部を今止めてますけど、この動画はね、リンクあの概要欄に貼っておきますんで、見ていただくと本当に苦しそうです。もう泣きながらもううーって言ってて、もう本当に苦しそうでしたね。ここからの復活だったかと思うとね、本当にすごいと思いました。見ててこっちが涙が出てきちゃうそうな、本当に苦しそうなね様子でしたけどもね。で、本番当日ね、こんな感じで、ファンの前に姿を見せると、車の上でね、ファンの方々にこう手を振ってね、もう皆さんすごい喜んでますよね。こんなことで、ファンの前に元気な姿を見せた。これが、パリに入った当日、前日かな。でこのあとパリは、この、開会式の間、そのメインのところはあの人が入れないの封鎖されてたみたいなので、あのパリのね、有名な美術館なんかを回って一人で回ってね、誰もいないね美術館をこう回ったりなんかしてたようですけどね。でこちらがね、その当日のドレスを着て、鏡の前で、微笑合わせと体の動きをねチェックしているっていう動画のようですけど、もう後ろにいるスタッフの人がもうこんな拝むようにお祈りするようにね、見ていますが、気持ち分かりますよ。だってそんな間近でさ見れるなんてないですからね。こういう感じでね、ちゃんと、本番の準備もできて、で実際本番ということになるわけですけどね。じゃあ早速その本番の様子を見ながら止めながらね、皆さんにちょっとお話していきたいと思います。で、今から見る動画は、下の概要欄に、貼っておきます。でこの動画自体は、音声を流したりとかできないので、今何分何秒のところで止めましたっていうふうに言いますので、ぜひねそこまでこう見ていただいてご自身で、であここの話をしてるんだなというふうにこう見ていただけるといいんじゃないかなと思いますんで、よろしくお願いします。はい、ということで見ていきましょう。まずね、声がどこまで戻っているのか、そこがね一番最初の関心事だったんじゃないかなと思います。はい、これ今6秒のとこで止めましたが、もうここを聞いた時点で声戻ってるっていうね、いやーなんか嬉しかったですね。まずね、声帯がこうね閉じるっていうことが喉声のねにとっては一番大事で、その筋肉に力が入らない、コントロールできないってことは、要するに声帯が閉じない可能性があるわけじゃないですか。ということはね、声がかすれてるんじゃないかっていうふうに予想してたんですよ、もしかしたらですよ。だけどもうあんだけのキャリアの方ですから、声帯はもうなんていうのかな、もうパンって鳴るようにはなってるとは思うんですけど、それでもねやっぱり閉じにくいって考えると、ハスキーではぁーっていう声になるんじゃないかなっていう怖さっていうかね、あったんですけど、でもそれがねちゃんと鳴っ
ってる音でスタートしたっていうのを聞いて、あ、戻ってるって思いましたね。で、やっぱりハイトーンが出てきたり、低い音が出てきた時に、その筋肉をこういう風に声帯をこう、締めたり緩めたりって、こういう動きが、まあ、出てきますよね。それがどこまで、戻ってるかっていうところも、まあ、技術的にはね、ちょっと、心配というかね、気になってたところなんですけどね。まあそれはこの後ちょっと見ていきたいと思います。はい、ちょうど25秒のところで、止めましたが、ラー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 ってとこね、もうここで、あ、ハイトーンも声帯ちゃんと鳴ってるとね。しかもいつものセリーヌ・ディオンの表現力で歌っている。あー、戻ってきたんだねっていうね。ださっきのさ、こう泣きながらうーって言ってるところからね、こう戻ってきてるっていうのは本当にすごいなと思いましたね。で、ここのね、舞台がどんな舞台なのか、ちょっと私この映像だけだとわからないんですけど、結構ね、遠目で見ると高い位置にあったので、まあなんていうの、まあ落っこちる危険はないとは思うんですけど、あんまりこう激しく動く曲でもないし、激しく動く感じの歌い方でもないかなと思ったんで、割とこの肋骨から下の足腰は割としっかり固定してるかなというふうな印象がありました。で、まあこれね、曲にもよるんだけど、セリーヌ・ディオンにしてはちょっと肋骨が少しこう下がり気味かなっていう感じがします。だから少し腰がね前に出てるかなっていう感じはしましたけど、まあでも曲によってはそういう歌い方も、これまでもしてこられてる方なので、まあその流れかなということで、まあ声は戻ってきてるし、表現力も非常にいいぞという感じで、ここまで来てますね。じゃあ続きいってみましょう。はい、今29秒のとこ止めましたね。そのダラーラーラーってとこでちょっと声が割れてるんですよね。で、この割れが声帯のいわゆる、疲労感なのか、要するにコントロールの割れなのか、あるいは、年齢的な割れなのかっていうのはちょっと判断つきづらい感じがします。ただ表現力としては、あそこの部分であの声が割れてるっていうことは、そんなになんかありゃりゃみたいなことにはやっぱり全然なりませんよね。やっぱり歌唱力ではもう抜群ですので、まあそれでもう十分カバーしているね。後ろのピアニストの方もニコニコして見てますからね。じゃあ続き見てみましょう。はい、今44秒のところで止めましたけど、セリーヌ・ディオンの歌唱法の中で一つの特徴だなって私が感じているのは、小さい声のところ、抑えて歌った時にものすごく抑えて歌うっていうところなんですよね。だから張ったところとのその音量差というか声の圧の差っていうのはものすごくはっきりしてるシンガーだなと思うんです。だから基本セリーヌ・ディオンって私の中ではロックシンガーの部類なんですね。もちろん R&B も歌いますけど、基本ロックシンガーの部類の人だなって、ロックシンガーの歌唱法だなっていうふうに思っているんですけど、そのロックシンガーの中だと割とこう全体的に押し気味で歌う方がやっぱ全体に多いんですが、セリーヌ・ディオンの場合はこう割とこう小声でささやくっていう部分が特徴の一つだなと思うんですね。なので、この44秒のところまででもかなり抑えて歌うところと張るところのメリハリをしっかり出してるなという感じがしました。で、これがね、今皆さんこう聞いていただくと、抑えてる感じと張った時の声の音量差っていうのはあまり感じないと思うんですね。で、これなんで感じないかっていうと、これは音響技術で、小さく抑えたところは音量を上げる、大きく張ったところは音量を下げるっていうのを音響の方でやっています。で、それを、コンプレッサーっていうね、機械があるんですけど、その装置を使うと、基本的には大きい音がバーンって出た時に、それをこう、ぐーっと、抑えてくれる、音量を下げてくれるっていうね、そういう働きするんですね。なんで、強く出たところを音量を抑えるってことは、小さく歌ってたところは相対的にこう、大きく聞こえるってことですね。だから全体的に、小さい音は大きく聞こえるし、大きい音は小さく聞こえるし、だから全体に同じ音量で聞こえてるっ
ていう感じがするんですね。で、私がなんでこれ、あ、ここ小さく歌ってる、大きく歌ってるかっていうのを理解できるかっていうと、自分が歌ってる人だからなので、あ、この声質、この発声法、この言い方だったら声量はここぐらいまで抑えてるな、ここまで息の流れがスピード感があるとこのぐらいの発声でこのぐらいの音が出てるなっていうのを感覚的に知ってるので、今音量差がありますっていう話になるわけですね。はい、続き見てみましょう。はい、今ちょうど1分1秒のところで止めましたが、ラーラーラーってとこね、うまいよねこんなに張ったところから急ブレーキかけてふーっと抑えられるっていうのは本当に上手なシンガーだよねって、本当に心を打つシンガーだなとやっぱ思いましたね。で、もしかしたらこれはレコーディングされたものではないかという、話を感じた方もいるかもしれません。で、私もどっちかなと思って見てるんです。ただどっちでもいいやと思ってます結局のところどっちでもいいよ、よかったもんみたいなねセリニディオンってレコーディングしてる風景が結構 YouTube に上がってるんですね。過去にレコーディングしてる時にこういう風に歌ってるっていうのをね、なんていうのかな、ドキュメンタリーで、放送してたりするのがあるんですけど、それ見るとわかるんですが、もうねレコーディングもライブもねあんま変わんないんですだから両方素晴らしいので、まあ、きっとこれがライブであってもこう歌うだろうし、レコーディングであってもこう歌ってるだろうなっていう感じでございますね。だから高音ぐらいぐーっと弾いて、まあ聞き手を引きつける歌い方をまあされてるのは本当に素晴らしいなと思いますね。じゃあ続きいってみましょう。はい、今1分21秒のところで止めますけど、ダダダダララ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 、この対比ですよね、この対比ですよ。じゃん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 ね、でタラララララ、この対比が本当に上手ですね。これはねやっぱり歌詞に基づいて、激しく言う、あるいは柔らかく言う、その対比をねはっきり歌詞に基づいて、まあ、表現してるっていう風になってるんだと思いますけど、それにしてもその、言葉のスピード感の、対比、幕下てて、バックの演奏より前にリズムを取っていきつつ、緩めるときは伴奏の後ろ側にリズムを感じていくっていうね、その、メリハリのつけ方、音量だけのメリハリじゃなくて、そういった、リズムに対してのメリハリのつけ方っていうのもやっぱりセリーヌ・ディオン上手だなっていうふうに思いますねじゃあ続き見てみましょう。はい、今、1分27秒で止めましたけど、ここが相当小さい音なんですよ。タダダ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 ダって歌ってますよねこれ相当小さい声だと思います。だから口元でここでこうやって歌ってるっていうね、そういう歌い方をここはあえてしてますよね。でここの立ち方も綺麗ですね、スッてなっててね、非常に筋肉ね、さっきもお話したように今回のこの、セリーヌ・ディオンが患った病気っていうのは姿勢が崩れるっていうね、そういう、ものもありますので、そこからこうやってスッて立てるようにしているっていうのは本当にそれまでのね訓練と、あとリハビリのねまあ賜物だなっていうふうに思いますね。じゃあ続き見てみましょう。はい、今1分48秒で止まりました。ラララララのこの語尾の処理が難しいラララララって言って音程が下がらないでファって抜くのね、これ難しいんですよ。ラララララって息吐くと音程下がりやすいんだよね。だけどダラララララスーって消えてくのね、これ難しいんですよ、すごく。そこは相当意識しないとできないんですけど、まあ天才ですからね、まあ自然にできちゃうんじゃないかなと思いますけど、その後のダララってところもちゃんとスッて抜いてからパッと入れるっていうのはやっぱり普通、僕、例えば僕だったら相当気をつけないと崩れちゃうかなっていうところですよね。まあそれをいとも簡単にねこうやって歌われてるっていう、しかもその大病して復活したね第一声でこうやって歌ってるってすごいなと思いますね。はい、ちょっと続きいってみましょう。は
はい、2分12秒タララ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 ってやってますよね。ここさとすごく歌詞に準じてこういう歌い方になってたんだと思うんですけど、なんかねここにねなんかこうシンガー的な立場で考えると、私はここにいるんだっていうね、シンガーとして戻ってきたんだっていうなんかこう、気迫を感じましたよね。例えば今みたいに雑な歌い方をするっていうのは結構怖いんですよ。崩れちゃうからね。で変な声になったりとか喉閉まったりとかっていうのに、なんか変な声出して歌っちゃったらいけないかなとかって思いがちなんですよね。だけどあえてここはもう喉声でも何でもいいからもう感情あらわに歌うんだという現れね、そういう風にしてもいいんだっていうこう決意みたいなものをなんか感じてしまう、感じざるを得ないなという風な、まあ、部分でしたね。だからすごくここの部分、まあだいぶここでね中盤ぐらいまで差し掛かってきてますから、中盤から後半に差し掛かってきていますからね、この歌とフランスという国と自分が、まあ、カナダの方ですからね、母国が、まあ、フランス語なんですよね。要するにフランスに対する思いっていうのは多分なんか日本人の私には分からないようないろんな思いがあるんだと思うんですけど、なんかそういうものがなんかここのこう、歪みになんかちょっと凝縮されてるような気がするんだよね。次見てみましょう。はい、今2分26秒のとこで止めました。ここあのセリーヌ・ディオンらしいフェイクの仕方、セリーヌ・ディオンがもう本当によくやるね、フェイクの仕方が出てきてるので、あ、セリーヌ節出てきたなという感じでしたね。だからあそこのグッとこうね、力を込めて、歌ったところから声に芯を入れた歌い方だから、優しくささやくという部分がその前にありましたよね。そこから一転してここからは私の体全身の声で歌っていくんだっていうようななんか思いに切り替わっていったなんか部分かなっていう風な感じがしましたね。続き見てみましょう。はい、今2分54秒のところで止めました。もうブラボブラボもうさ、このまあちょっとこの前のところねちょっと見ますけど、ここでねこうやって歌うでしょ。もう完璧ですよ。もうフォームが、口の開け方も完璧、首の位置も完璧、体の使い方も完璧、手も綺麗ね、完璧ですよ本当に。で声の響きも本当にもう理想的ですよね。でこのね最後ね、さっきも言ったように、ここから本当に体全身で表現していくんだっていうね、こうなんていうのかな、決意が感じられる歌のところの最後の表情ね、この最後の表情、ここのとこね、もうね、病気のこと、あと旦那さんがねお亡くなりになったこととか、ここのパリに戻ってきて歌っていることとか、この歌詞の意味とか、全てがうんっていうさ、本当に全ての思いがここに込められて、この表情に込められてるとしか思えないよね。もうブラボーだね、本当すごいなと思いました。続き見てみましょう。はい、今3分2秒のところで止めましたけど、この時のセリーヌ・ディオンの動きね見てもらうと分かるんですけど、呼吸をって整えてるように見えるんですね、私には。だから本当に全身全霊であのハイトーン出したっていうねいう感じがして、それをこう最後整えてると。でここでね、あーできたって言って気抜いちゃわないんでね、だからちゃんと次の、フレーズのもう準備をしてるんだね、呼吸整えてね。でちょっと次見てみましょう。はい、今の、今3分16秒ラー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 ってとこもね、ロングトーンだよね。そう、結構長いと思いますよ。でしかもそれを全部音を鳴らしてきっちり表現もつけて、手の動きもやってね、表情つけて歌ってる、ここにこう今までこうぐーっと持ってきた思いが全部こう集約
最後にまとめますっていうね。でここで最後のブレスしてるわけですね。はい、最後聞いてみましょう。ブラボすごいな。最後のバッてこうね決める、あれまあマセリン・リデオの得意のポーズですけどね。あれさっきあれですよね、リハーサルの時にねこう鏡の前でやってた動きだなと思うんですけど、まああれはねかつてからずっとやってる動きでもありますけど、バシッて終わるわよっていうね、そういう意気込みをすごく感じる歌声でしたね。だから本当に出だしの、スタートからね、歌い出しのところから一番最後の決めまで完璧にストーリーが組み立てられて、一つ一つのところに全ての意識が配慮された形で歌っているっていうのは、まあセリーヌ・ディオンらしいなといえばらしいし、まあ私はね以前からもう、まあ、なんでこんなセリーヌ・ディオンっていうかっていうと、セリーヌ・ディオンの歌い方ってものすごく教科書的だなってもうずっと昔から思ってるんですね。だからセリーヌ・ディオンがやっている、発声法、表現力を参考にして練習するだけで相当歌上手になるなと思うんです。モノマネでもいいと思います。相当上手になると思います。そういうのもあるので、やっぱりもう今回の歌唱も本当に、まあおそらくね世界中のどの音楽家どの声楽家見てもいやーブラボーですと言わざるを得ない、まあ、歌唱だなと私は思いますけどね。でね、この後ね、実はもう一個オフショットがありまして、ちょっとね、これも概要欄のところにね、貼っときますけど、はい、これはね、まさにその歌唱が終わった後に、そのステージから、横にね、袖っていうかね、に、まあ、降りてきた、はけてきた、ね、時の様子だということで、もうね、本当に皆さんありがとうっていう感じで、ね、手を振ったりしておりますね。はい、こんな感じでね、最後無事終わりましたという感じでございました。はい、ちょっと私が簡単に調べた資料によりますと、セリーヌ・ディオンは、2015年のアメリカン・ミュージック・アワードでこの歌を歌ったそうで、その時にちょうどパリの同時多発テロがあって、それの、追悼ということでこの歌をね、まあ、歌ったっていうこともあり、まあ、それからね、まあ、9年経ってで、まあ、オリンピックにこうやって立つということでしたので、まあ、いろんな思いがあってね、この歌もそうですし、まあ、フランス語というのもありますし、フランスの思いに対する思いとか、自分の病気に対する思いとか、あるいはそれを支えてくれたスタッフ、あとはやっぱりね、旦那さんが亡くなったあたりから、やっぱりなんかこう、なんかドタバタしてたように私なんか見えるんですけどね。まあ、そういったものが、中盤以降のね、まあ、歌声に現れてたんじゃないかなって思うんですよね。そのぐらいね、いろんなものを歌っていうのは、その人の生き様、生き方背景っていうのがもうなんと如実に声に現れちゃうのが歌ですからね。まあ、そういう意味でも今回のセリーヌ・ディオンの歌声は本当に復活おめでとうでしたし、素晴らしいパフォーマンス歌声で、まあ、後世に残るステージの一つになるんじゃないかなと私は思いました。皆さんいかがでしょうか。はい、今日はね最後に一つだけお知らせがございます。私がね、以前からずっとやっております音楽ライフプロジェクトね、歌を通じた自分らしさを見つけてもらいたいと、それによってね、日本だけじゃなくて世界がね明るく元気に、気楽気軽自由自在な、いい時代になるようにという活動をしておりますけども、この度そのね、活動にご支援いただくスポンサーの方をね、募集させていただくことに、しました。概要欄のところにね詳細書いておりますけども、すごくね世界中がもうなんか戦争やらなんかいろいろなことでなんか不安に満ちた感じがね拭えない、感じがしますけども、その中でも音楽を通じてね、誰もがね生きる喜びを実感できる未来っていうのをね作りたいってずっと思って、活動しております。この活動にね賛同してくださって、一緒にね、進めていきますよというふうに感じてくださった方、ぜひねスポンサードの方よろしくお願いいたします。はい、ということで今日も、ご視聴いただきましてどうもありがとうございました。また次回の動画でお会いしたいと思います。それではまたお会いしましょう。さよなら。
新章。作曲家から見た景色。